弦を細かく上下させ、音程を揺らすテクニックがビブラートです。チョーキングを小さく細かく繰り返す要領で行います。弦を押さえる指は縦気味にし、手首を使って動かしましょう。ビブラートは揺れのスピードや大きさを変えることでフレーズに様々な表情がつけられます。細かいビブラート、大きいビブラート、速いビブラート、ゆったりとしたビブラート。